北海道手塩軍の位置手塩軍は、北海道ルモイ振興局、宗谷総合振興局の軍、人口1万1443人、面積2039.15桂平方メートル、人口密度5.61人桂平方メートル、以下の4兆を含む、ルモイ管内宗谷管内1879年に、行政区画として発足して、以来、軍域は、 上記四丁のまま変更されていない。江戸時代の手塩郡域は、西江戸地に属し、慶長年間頃から、正木藩によって、手塩場所が開かれていた。陸上交通は、南に隣接する戸間前郡以南や北に隣接する北見国葬や郡方面へは、沿岸部を陸路で通行でき、特に文化年間以降、留萌場所などに馬を配置する際は、北見国経由で送られていた。 江戸時代後期になると、文化元年9月1日、津久島神社が創建される。また、南下政策を強力に進めるロシアの脅威に備え、文化4年手塩軍一期は、天領とされた。文政4年には、一旦、正木藩領に服したものの、安政2年再び天領となり、省内藩が手塩に出張陣屋を築き警護を行い、同6年の六藩分領以降省内藩領となった。 母親戦争終結直後の1869年、大法律領の国軍里政を踏襲して、手塩軍が置かれた。北海道1.29町村制施工事の手塩軍の町村、ありがとうございます。